こんにちは。副業アカデミー代表の小林正弘と申します。2023年が残り1ヶ月を切ったということで、今回はですね、皆様に、この今、日本の置かれている状況を振り返りながら、あと副業アカデミーがどうだったかということもね、お話ししながら、あといくつかですね、皆さんお伝えしたい情報があるということで、皆さんちょっと資料をね、お見せしながら、お話ができればと思うので、ぜひ短い動画なので最後までご覧いただければと思います。で、まずですね、日本、今年の1年どうだったかというと、厳しい1年だったなと思いますね。印象的だったのは、コロナショックの影響もね、まだまだありましたけれども、円安でしたね。円安になった、1ドル150円をね、超える、円安水準まで来たりとか、これは日本の国力が落ちてるっていう一つの、傾向なのかなって残念ながら思いますね。少子化が止まらない日本において、コロナでたくさんお金ばらまいてるっていうこともあって、円の価値が下がってきてますよね。なんで、外貨に対して、例えばドル円がね、最近申し上げた150円になったりとか、あとは物価も上がりましたね。物の値段がどんどん上がってきてるから、生活が厳しくなってるっていう方がすごく増えてきたんじゃないかなと思います。じゃあ一方、お給料は上がってますかっていうと、残念ながら、一部のね、すごく大きな会社とか、利益出てる会社は上がってるかもしれませんが、日本全体で言うとですね、お給料が上がってないと、むしろ下がってますっていう方がとっても多かったんじゃないかなと思います。なんで、物価が上がって、円の価値が下がってるのに、お給料は上がってないっていうね、これ、スタグフレーションとか言いますけどね、非常に厳しい、今、日本の置かれた状況かなと思っているんですね。で、来年以降、じゃあ良くなるんですかっていうと、ちょっと残念ながら、まだ明るい兆しは見えてこないかなと思っていて、年金制度も厳しいままですし、社会保険とかね、こうするより厚生年金とか、皆さん、毎月ね、お給料から、ご負担ありますけど、この負担も上がっていく方向です。で、一時的に所得税が一部戻ってくるみたいなね、岸田政権の政策はありますが、これはもう焼け石に水で、ね、消費税を下げるぐらいのことをね、やってくれない限り、ちょっと改善する兆しが今ないんじゃないかなというぐらい、非常に日本って厳しい状況です。そして先ほど申し上げた少子高齢社会っていう、この少子化がね、止まらないんですよね。なので、すごい人数、毎年人間が減ってるので、国力がどんどん下がっていってるんです。国力が下がるってことは、円の価値もどんどん下がっていくっていうことになるので、やっぱり今から準備していかないと非常に厳しいんじゃないかなという、これが日本の今置かれている状況だと思います。そんな中でですね、副業アカデミーができることって何かって言ったらば、副業とか資産運用をやろうという方の支援をするスクールになりますから、この今申し上げたような日本の状況にちょっと危機感を覚えている方、あとはご自分のお勤めの会社にいることだけではまずいと気づいた方が、副業や資産運用に向き合っていらっしゃるので、そういう方々をね、サポートしている1年になりました。で、受講師の皆さんに、体質のそのサポートをね、一生懸命改善努力したりとか、あとは代表受講生っていうね、結果を出してくださるような生徒さんがいらっしゃるんですけどね、こういう方々と一緒に勉強会を企画したりとか、懇親会やったりとか、皆さんが要するに行動を継続できるための環境を作るっていうのが、ね、我々の役割なので、そういったところをね、すごくブラッシュアップして努力してきました。で、まだまだね、完璧じゃ全くないので、来年以降もここは磨き上げていこうかなと、副業アカデミーとしてもですね、頑張っていこうかなというふうに思っている次第になります。はい。そしてですね、ちょっといくつか新しい皆さんにお伝えできる情報がありますので、画面共有しながら説明させてください。まず、私がテレビに出演しましたということで、2つ番組に出まして、まず1つ目がこちら、2023年11月15日にかまいたちさんが、やってらっしゃる「これ余談なんですけど」という番組に出演させていただきました。関西圏では、これキー局で放送されて、テレビ朝日さんなんですけどね、で放送されまして、で、その他のエリアでは、インターネットで、TVer さんとか、アベマさんとかでこう再放送されたような、そのような、すごい人気の番組で、かまいたちのお二人、DJKOO さん、紫吹淳さん、ZAZY さんというね、豪華メンバーと一緒に、私が、副業の、おすすめ副業の話をさせていただいて、レンタル副業とかね、おつなぎすることで、マネタイズする副業とか、いろんなお話をね、させていただいたんですが、この副業アカデミーっていうね、名前や、小林正弘っていう名前が、これ余談なんですけどの番組の中で放送されましてね、私たちも本当に光栄だなという、ね、機会をいただきました。
そしてもう一つ、とっても大きなね、有名な番組に出演させていただきました。それが、ほんまでっか TV なんですね。これは皆さんね、ご覧になったことあるかと思いますが、11月29日に、ほんまでっか TV で、スタジオで、副業専門家としてお話をさせていただきました。明石家さんまさん、島崎和歌子さん、あとは、ブラックマヨネーズのお二人、EXIT のお二人、おいでやすの小田さん、横澤夏子さん、磯村貴理子さん、ね、もう超豪華メンバーと一緒に スタジオで収録させていただきまして、ここでもね、私がこれ知ってるだけでお得、儲け話スペシャルという企画だったので、3つほどですね、面白い副業についてお話をさせていただきましたが、まあ、副業を教えてますとか、投資とか資産運用のプロですっていうお話をするとね、まだまだ日本全体では怖いとか、怪しいんじゃないかとかね、いうふうにこう、どうしても色眼鏡で見られがちなのは正直あるんですよね。まあ、そんな中で、まあ、私とか副業アカデミーが、これ、ほんまでっか TV で紹介されたり、出演できることで、皆さんにね、少しでもご信用していただけるようなことにつながっていれば嬉しいなと思っておりますので、まあ、これからちょっと副業アカデミー検討したいなって思っていた方が、でも本当に大丈夫なのかな、このスクールってね、思ったりすると思うんですけど、私や副業アカデミーは、こういう明石家さんまさんの番組にも出演できるぐらい、しっかりと堂々と胸を張って やっているスクールなので、まあ、安心してまずは無料セミナー、無料説明会ね、ご参加いただければなと思っております。はい。そして、私ですね、今月、2023年の12月なんですけども、書籍を出版させていただきます。タイトルが、もうお金に困らない50歳からの退職準備という書籍になります。出版社は PHP 研究所さんで、以前から大変お世話になっている出版社さんです。で、この50歳からいよいよセカンドキャリアとかね、人生の後半戦が始まるというタイミングで、お金の不安がある方、ね、退職した後が怖いなっていう方、たくさん今いらっしゃいます。まあ、そういう方々に対して、どうやってお金作るか、ね、今家計がどれぐらいで、どれぐらいお金が貯められるのか、あとは、どういうふうに副業を始めるのか、自分に合ってる副業や投資は何なのか、あとは、副業の専用法人を立ち上げたら、すごく便利だったり、すごく未来が新しい可能性を開けるみたいなお話だったりとか、あとは、場合によっては不動産投資みたいな、老後を安心した家賃収入が作れるような不動産という選択肢があるとか、あるいは自分が好きなものをコンサルで教えて差し上げるとか、コンテンツして売るとかね、こういうやり方とかも全部まとめた書籍になってます。50歳前後の方とかはもちろんね、一番ターゲットなんですけども、ぜひお読みいただきたいんですが、準備は早いに越したことないので、20代の方、30代の方、40代の方、老若男女問わずですね、ぜひこの書籍読んでいただけたら、きっとですね、新しい、副業の資産運用の第一歩が見つかると思いますので、よろしければ書店でお買い求めいただきたいなと思います。書店に行く時間がないという方はですね、Amazon でお買い上げいただけたら嬉しく思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、副業アカデミーで新しい企画がスタートしております。こちらご覧いただいている日程で2つですね、新しい企画をやっております。1つは、生成 AI を学び、本業と副業、この両方で最大限のパフォーマンスを出す、そのノウハウをお伝えするイベントを開催します。生成 AI は今年チャット GPT が登場して、まあ去年登場してですね、で今年一気に広がったと思うんですけど、もうね、生成 AI の人工知能のね、すごさ、ある意味脅威ですよね、ある意味ね、を感じている方多いと思いますが、まだまだそれを活用できてない方が多いんですね。で、お仕事の本業の方でもすごく役立ちますし、むしろやらないと淘汰されますから。今から勉強してほしいのと、副業でもこの AI を使うっていう未来がもうすぐそこに来てます。むしろもう始まってますね。なので、ご自分がこれから始める副業、あるいは今やってる副業にどう AI を駆使するか、絡めるかっていうところのね、そのノウハウを専門家の先生と一緒にお伝えするのが、こちらの左側のイベントになりますので、ぜひ、お時間ある方はご参加いただけたらと思います。そして右側、お任せレンタカー投資という、おそらく日本で私しかこのサービスは提供できてないという自負があるんですけども、私自身がですね、今230台ほど、レンタカーを回しておりまして、その仕組み、収益性、節税効果が本当にすごいんですね。これを、皆さんにもぜひやっていただけるような、お任せレンタカーのオーナー制度というのを作りました。
こちら席が限られています。エリアや台数が限られているので、ぜひ、今回、このタイミングを逃すことなくですね、まずは無料説明会にご参加いただきたいと思います。12月の16日の土曜日、対面で東京会場で10時からか13時から、同じ内容ですからどちらか1個出ていただければと思います。東京会場いらっしゃれない方、ご都合悪い方、遠方の方は12月20日、12月24日も20時から10時からそれぞれオンラインの説明会開催しますので、ご自分が忙しくて自分で副業ができないけど、何か仕組みに投資して毎月の安定した権利収入が欲しいとか、あと節税効果も得たいっていう方は、このお任せレンタカー投資がもうドンピシャリなので、ぜひ、ご興味ある方はね、ご参加いただければなと思っております。はい、そして最後です。2023年12月は年末特別キャンペーンを開催しております。書いてございますけども、入会金にあたります申し込み金が副業アカデミーは11万円かかります。これホームページに記載がございますが、この11万円の入会金を無料にするというキャンペーンを12月31日大晦日までキャンペーンとして開催しております。これから例えば株の勉強したい、物販の勉強したい、仮想通貨の勉強したい、不動産の勉強したいという方に講座が用意してございますが、入会金が11万円発生しているんですが、今月だけ無料になりますので、入会金無料で月額のお月謝のみで入会できますので、非常にリーズナブルに、受講が開始できますので、まずは興味のあるテーマのジャンルの無料セミナーにご参加いただいて、いいなと、入りたいな、学びたいなと思っていただけたら、今月は11万円が無料になるというね、キャンペーンがありますので、ぜひこちらご検討いただければなと思っております。詳しくはですね、ホームページにこちらの、説明ページが出ているのと、あとはセミナースケジュールから興味のあるね、セミナー一覧が出てますので、そちらからご覧いただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、副業アカデミーね、今年も一生懸命走ってまいりましたが、今後もですね、皆さんの副業や資産運用の、プラスになる、ね、そのための貢献できるような活動を全力でやっていきますので、ぜひ皆さん、セミナーや個別面談ご検討いただければと思っております。私から以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。